はまだこの海岸で本を読んだり原稿を書いたりして暮らしています。いつ頃家へ帰るか、それはまだはっきりわかりません。が、家へ帰ってからは、ふみちゃんにこういう手紙を書く機会がなくなると思いますから、奮発して一つ長いのを書きます。昼間は仕事をしたり泳いだりしているので忘れていますが、夕方や夜は東京が恋しくなります。そうして早くまたあの明かりの多い賑やかな通りを歩きたいと思います。しかし東京が恋しくなるというのは、東京の街が恋しくなるばかりではありません。東京にいる人も恋しくなるのです。そういう時に、僕は時々ふみちゃんのことを思い出します。ふみちゃんをもらいたいということを、僕が兄さんに話してから何年になるでしょう。こんなことをふみちゃんにあげる手紙に書いていいものかどうか知りません。もらいたい理由はたった一つあるきりです。そうしてその理由は、僕はふみちゃんが好きだということです。もちろん、昔から好きでした。今でも好きです。その他に何も理由はありません。僕は世間の人のように結婚ということと、いろいろな生活上の便宜ということと、一つにして考えることのできない人間です。ですから、これだけの理由で兄さんに、ふみちゃんをいただけるならいただきたいと言いました。そうして、それはいただくともいただかないとも、ふみちゃんの考え一つで決まらなければならないと言いました。僕は、今でも兄さんに話した時の通りな心持ちでいます。世間では、僕の考え方を、なんと笑っても構いません。世間の人間は、いい加減な見合いと、いい加減な身元調べとで、造作なく結婚しています。僕には、それができません。そのできない点で、世間より僕の方が、よほど高等だと、うぬぼれています。とにかく、僕がふみちゃんをもらうかもらわないかということは、全くふみちゃん次第で決まることなのです。僕から言えば、もちろん承知していただきたいのには違いありません。しかし、一部一輪でも、ふみちゃんの考えを無理に脅かすようなことがあっては、ふみちゃん自身にも、
ふみちゃんのお母様やお兄さんにも僕がすまないことになります。ですからふみちゃんは全く自由に自分でどっちとも決めなければいけません。万一後悔するようなことがあっては大変です。僕のやっている商売は今の日本で一番金にならない商売です。その上僕自身もろくに金はありません。ですから生活の程度から言えばいつまで経っても知れたものです。それから僕は体も頭もあまり上等に出来上がっていません。頭の方はそれでもまだ少しは自信があります。うちには父、母、おばと年寄りが三人います。それでよければ来てください。僕にはふみちゃん自身の口から飾り気のない返事を聞きたいと思っています。繰り返して書きますが、理由は一つしかありません。僕はふみちゃんが好きです。それでよければ来てください。この手紙は人に見せても見せなくてもふみちゃんの自由です。一宮はもう秋らしくなりました。ムクゲの葉がしぼみかかったり、酵母麦の穂が焦げ茶色になったりしているのを見ると心細い気がします。僕がここにいる間に書く暇と書く気とがあったらもう一度手紙を書いてください。暇と気とがあったらです。書かなくっても構いませんが、書いていただければなお嬉しいだろうと思います。これでやめます。皆さんによろしく。芥川龍之介。